はい、こんにちは、ブルホスです。まあ、せっかくね、動画開いていただいたんですから、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。しかも、チャンネル登録とグッドボタンを押していただいたら、もう泣いて、ちょちょ切れて、嬉しいでゴースー。ということで、今回はね、まあ、プロフェッショナルをね、無事クリアすることができたんで、無限武器、しかも超最強ランク。まあ、バイオ史上多分ね、一番強いんじゃねえかっていう武器を今手にしてですね、 プレイをしていこうということでまあなんかこうしっぽりといろいろ観察してゆっくりゴンゴンやっていくっていうよりはもうただただな目の前に立ちはだかる鬱陶しい敵どもをねもう薙ぎ倒しまくっていくっていう超爽快感なプレイをやっていこうという風に考えてますということでハン様のプーな男がレオン主人公とねなんだか縛りプレイやってねキャッキャイチャイチャウフフ,フやってるけどまあそんなことは構いなしに避ける Now! こんな回る必要があるもんかねっていうね。1一個気になるのが、なんかね、すごいこう、キックしてさ、グエってなったりするじゃない。で、やつ逃げるじゃん。この後ね、死体消えてなくなってんだよね。あそうは。溶けるからか。とか。そう考えたら別に気にしなくてもいいか。溶けてなくなるーっていう。シュルシュルって、ちゃんと構えてる武器になってるんだもんね。さて、そう、振り返ったら奴がいなくなっている。 <laughs> なんかも、もののけ姫のさ、最初に出てくるおっこと主じゃなくて、なんだっけ、なんか、なんかやられたやついるよね。あの、犯されてさ、あ、あいつみたいにね、溶けてってね。で、最後骨だけになる。まあ、その骨すらもなくなってるからね、どんだけ溶けるんだっていう話なんだけど。まあ、そんなことはいいとして。これ、ちなみに、こっから発射したやつはもうすでにチュドンってできるのかなこれさ、ほら、もう、向こう側にさ、敵が何体かさ、見えてるじゃん。こっから、あ,あ、いけんねえ。いけんねえ。 ええ。まあ、すでにもう敵がお金に変わっている。そう、敵は金になるんです。知ってましたうん。よし、じゃあ、明日準備オーライドンあ、なんかあんまり撃ててない気がする。まあいいや。い、い今の明かりでなんか敵が上がれのとか言ってたら面白かったね。上がれよへい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 さあ、言い,い武器があるんだ。へい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 バフ ということで、まあ、ここまでで貯めることができたお金じゃないや。なんだっけ。アイテムをこう売、売っていこうか。ええー、と、結構、このあたりはいるんだな。そう。違う違う違う,そう。これをね、購入しておきたい。で、理由はなんでかっていうのは、まあ、もうちょっとパートが進んでいったらわかる。と思います。うーん、OK。 もうすでにレオンのあれだもんね。まあ、これ、あの、プロフェッショナルそのまま引き継いでるんじゃなくて、別のファイルを開いてるんで、別のそのノーマルのファイルを開いてるんでね、まあ、な,なぜかっていうと、できればあのサクッとクリアをしたいからっていうところなんでね。で、打っていくと、打っていく、打っていく、武器。このあたりはまあ、とりあえずでって、そうだね、武器、武器はめちゃくちゃ集めておきたいよね。 んー今、いらないか。よし。間違えた、忘れた、忘れた。ちょ、そうなんだよ。この,このね、このライフルのね、ライフルのスコープを手に入れて、まあ、よりね、それが役立つ瞬間っていうのをこう見ておきたいっていうね。まあ、何が役に立つのっていう話はね、まあまあ、それはもう皆さん期待しといてよっていう話で。えっ、ー、と、これぶ、武器同士はやっぱくっつけておきたいから、ほいっと、ね、な、何と何が、 いい役に立つのっていうね気になるでしょう。気になるでしょう。<laughs> 答えは多分、答えは多分、たぶんこの二つ先のパート。だから、あさってまでちゃんとね、動画をね、チャンネル登録ボタンを押してね、グッドボタンも押しながらね、待ってくれた人は、その恩恵を受けることができるんではなかろうか、ということで。あれちょっと待って。ミスター、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 ミスター。何しとんねん何しとんねんえっと、もしかして、あー、やっちまったー。もう、いらん <laughs> こういうね。 あの、無駄金をね、はたい、はたくことによって人間は成長していくんですよ。なんかさ、今年に入ってからさ、もうもう、2月も半ば過ぎちゃったけどさ、ほら、インデックス投資のためになんか、ニーサーだ、なんだとかってさ、ニーサ枠がさ、これまで例えば、ご、あの、普通のニーサーだったら5年から100に、5年間で、年間120万だから600万しか投資ができませんでした。詰め立てニーサーだったら40万から、えーに、いやいや40万の20年から800万でした、みたいな話が、それがまあ、え、永久ニーサ a に変わることによって、 ってすすごいすごいいズーム力、うん、そうそうあの1800万までねそれがその年間の投資額っていうのは特に固定がないからまあまあまあ例えば120万を投資し続けるってなれば、まあ、15年くらいかをかけて投資することができますよみたいなのだからあのへ下手な話僕らみたいなねあのいいい一般庶民っていうのも、ね、年,年収がの平均額でいう400万とか500万とかその程度の人っていうのはまあ あの例えば、じゃあ手、手取りが30万円、手取り30万円って羨ましいな。手取りが30万円でしたってなれば、そのうちの25万円っていうのを生活費に当てて、残りの5万円っていうのを、こう、 投資に当てていって、で、じゃあそうすると年間60万円を投資することができるから、じゃあ年間60万円投資するってなれば30年間投資続けてって、それが例えば30歳だったとしたら60歳まで投資し続けたら1800万円が投資が完了するわけですよね。で、そうすると、まあ、あの、ね、今時はま、60から、まあ、おそらく70くらいまで皆さん働かされることになるかもしれ、やむをしないっていう話なんですけど、その、働かされながら、でも、あの、ね、年金は、ね、 70歳になるまでも、下手したら僕らくらいになってくると75歳までもらえないみたいな状況になるんじゃないかっていうこともね、危惧されてますけど、まあ、そんなのどうでもよくってど、どうでもよくない、どうでもよくない、国,国に対してあ、あの、ありとあらゆる抵抗をあの促していかなきゃいけないっていうのが、あの、僕ら30歳、30代のね、あの、戦い方かもしれないですけど、まあ、もうそれ,それは一旦置いといて、そう。だからそうやって国からお金がもらえない、 っていうことがもう分かりきってるし、もらえたとしてももう額がしょぼすぎてワロスみたいな感じの状態になってるから、もうそうなるくらいだったら、お投資で、ま、1800万。しかも非課税ね。あの、ニー s ってそもそも何っていう話なんだけど、あの、普通、通常株式とかで投資をすると、まあ、例えば100万作りました。で、それが120万円になったんで、えー、売りました。そしたら20万の儲け、それが全部入ってくるかっていうと、それもちろん20%、儲け分の20%っていうのは課税されちゃうわけですよ。だから20、20万円の20%とかだと4万円がお金取られて、結局手元に残るお金 っていうのはわわずか16万万円円になっちゃううとと4万円が奪われるという話なんですね。お前ら何もしてないのに、金もかけてないのに、俺らから金取ることばっかり考えやがってっていう話なんですけど、まあ、それは仕方ないと、もうそういうルールになっちゃってるからね、あのそれをさかあのどうにかしたいっていお,かお考えであれば、このように壁の向こう側からドーンとすると。えー、違う違う違う。あの そう、そう、そうならないようにしたければ、もう、あの、自、自らが国に入って、もう、司法を変えていくしかないと、法律を変えていくしかないという話なで、もうそこまでやるくらいだったら、投資した方が儲け、儲けれますぜっていう話だから、それはいいとして、そうそう。ところが、ニーサっていうものに関しては、その、20万円儲けました100、100万突っ込んで120万になりました、 いや、それにそういうことですわ。まあ、なんかちょっとヒートアップしてしまったんで、この辺りでね、もう、もう、もう、なんか終わりにしようかなと思いますけどね。まあまあ、なんかだから、その、え、円高が進んでるから、じゃあ円高じゃねえや、円安が進んでしまったから、その SP500 に突っ込むべきかとか、米国のインデックスファンドに突っ込むべきかどうかっていうのは、それは今やらない方がいいのかみたいな、そんな話が盛り上がったりとかしてるけど、でも株って、その、そもそも、その、株でやるとして、株式、普通の株式でやるとすれば、その20%のね、税金で取られるうんぬんとかっていう話をもう無視して、その儲け分で、 まあ仮に20%取られたとしてもその100万から120万に上がって16万取るっていうことを選択するっていうのであれば別に長期,長期じゃなくて短期で全然考えてくれてもいいんじゃないかなって思うけどそ一方で一方でよあの NISA とか積みたて NISA、まあ、まあ今回も NISA に統一しての話でいいと思うけど NISA の話をするっていうみたいなーことを考えてる方に関してはそもそもの資金がそ NISA 枠でしか投資ができないくらいのまあ、資産額しか持ってないっていう話になってくるから僕,僕もその一般サラリーマンだから普通にそんな感じになるしっていうことを考えるとよっていうことを考えるとまあそのトータルで1800万円っていう額をつっ しか突っ込めないしかってま1800万って大金だけど、まあ、1800万しかも結局トータルで突っ込めないっていうことを考えると、まああの,、ね、あのす,すぐにそのお金が埋まるみたいなことを考えるのじゃなく長期的に考えてだからそのそれをその1800万っていうのを10年で埋めるのか20年で埋めるのか30年で埋めるのかっていうことを考えてでそこから 引き出すっていうことを考えるべきっていう話だから、だから直近でのその円高が進んでるとか円安が進んでるうんぬんとかっていうところの話ってあんまり気にしないで、その自分がその 10, 10年間なら10年間、2十なら20、30年なら30年っていうその年月を加味した上で、じゃあその期間はずっと通し続けると。で、まあ日本の株は今後下がるみたいなことも言われたりとかしてるけど、でもそれをじゃあそのリ,リスク配分をするために、まあ 全くその全部の額が損するっていうことは考えにくいけど、じゃあまあトータルで、その、なんだろうな、1、おいたのか、程度しか儲かることができませんと、ただ、それがアメリカに突っ込んでたとしたら、あのまあ10%儲けることができましたみたいなことになる可能性は十分に考えられるっていうんだから、だから日本だけの株式で、まあ、と投入しとくっていうことはああ、まあ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 、まあ。 分散していった方がいいんじゃないかなと思って僕もそろそろ、まあ、まだ日本の株式しか持ってないからそろそろねちょっといろいろと分散していった方がいいのかなと思ったりするんだけどとりあえずおっさん叫んでるけで無視するっていう話ですねあーいやいやいやのっけからねこの快感を味わおうと思って確か い,いろいろと遊んでたのにも関かかわらず、なぜかよくわかんないけど、急に投資の話に進んでいってしまったっていうのは、なんでだろうってとこだよね。まあまあまあ、そんなこともありますよね。よってブラックバスが、ブラックバスこんな色な4匹か。で、ランカせた。で、トータルで5匹と、で、キャッツが、いる。あ、届かない。あらら。ちょいと下がって、ラブズキュン。登ります。 っていうところだよね、まあ、人生何が起こるか分かんないからね、だから、まあ、短期の株で儲けようって考えると、それ相応の資産を持っていた方がいいっていうこともあるし、まあ、それ相応に突っ込んで、そのある程度の,その乱高下に対する、ね、なんてうんだろう、そのメンタルが保ってるんであれば全然それでいいんじゃないって思ったりはするけど、そうじゃない人はね、やっぱ30年、今から、例えばよ。 まあ、仮に、まあ、僕は今30歳ですけど30歳としてじゃあ60歳になったら突っ込んだお金を全部引き出してウハウハなあことをしようと思ったとしたらまあそっからね30年は今入れてるお金がどれだけ上がろうがどれだけ下がろうがもう一,一切無視しますみたいな。 そのくらいのね、ちょっと度胸をバンと構えるくらいでいないと、まあ、いちいち、そのい、一回一回値段が上がったとか、まあ、株価が上がった、下がったとかっていうの一喜一憂して、それによってドキ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 するような人だったら、ちょっと NISA は合わないのかもしれないね。それとも短期で、もう1万でも上がったら、それを売って、差額の。 えー、が、あの、差し引いた8000円を手元に残すくらいのね、まあ、手数料も取られるからもうちょっと下がるかもしれないけど、まあ、そのくらいの感覚でね、やっていった方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。まあ、何が結局自分のやり方に合ってるかっていうのは、結局はそのメンタルと性格次第なのかなって思うからね。まあまあ。 時世100年時代ですからねあのたった30年とか、まあ、20年とかっていう年月を使って、まあね、下手にねメンタルをやられるくらいだったら20年30年を、まあ、ゆっくりゆっくり突っ込むだけのお金を突っ込んでいってっていうのに30年って考えたらさ1800万でしょ年間60万しか突っ込まないでいいんだからさ、うんね、まあまあとは,とはいえ30年使った結果あの60歳で突っ込んで、まあ、それをじゃあ65歳で引き出します ってなった時にはど,どうなのかなっていう気がするけどねあん。あんまり儲け幅が少ない可能性はあるけど。はい。まあそんな、こんな話をしてたらチャプターが終わっちゃったんで、まあ次回ね、えー、最初のボスかと戦うところをやっていきたいと思います。最初のボスがいきなり強いっていうね、強いっていうのはその無限武器が使えないからね、まあそんな感じでね。 最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。まあ、こんなチャンネルなんだけどね、ラジオ感覚で聞いていただけたらなと、ゲームも楽しみつつラジオ感覚で聴いていただけたらというふうに思います。ということでぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。